エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年、延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら、自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定特別番組です。はい、やってまいりました。ニックネーム、稲川のおっさんさんですね。脳汁太郎の連チャンをストップした稲川のおっさんさんですね。はい、えー、お便り読み上げていきたいと思います。 送ればせながら誕生日おめでととううごござざいいまますありが誕生日ね過ぎちゃいましたね <laughs> あっという間ですけどもねはい、えー、以前宝くじの質問で数字の魔力について質問しました今回は続編です数字の魔力について仕事中にふと時計を見ると死に42死に49死苦しむ <laughs> 45分死後 <laughs> 19分なんだこれ わかんねえな。44分、四肢の時間を見てしまい不吉だと感じることが多いです。神経質な A 型なので嫌な気持ちになり、なり気になります。吉谷さんが嫌う数字や不吉な数字について感じることはありますでしょうかとああ今ないですね。すいません、終わりです。ない。ないっすね。全くないですね。うーん。 はい、まああるとするならば僕ねゾロ目めっちゃ見るんですよただゾロ目に意識がいってるからっていうのもあるんですけどただ結構本当に無意識的にパッて見るとゾロ目があるんですよでゾロ目出現率がめちゃくちゃ高くてゾロ目は意識するというか気になるというか気にしなくても気に入ってくるというかいや本当に多いんですよゾロ目がって思ってるそこに意識がいってるからゾロ目を引き寄せてるのがわかんないですけどただ ふって振り向くときあるじゃないですか。で、ふって振り向いてゾロ目なんですよ。なんなんだこれみたい。これ、なんなんだこれっていう。いや、めちゃくちゃあるんですよね。で、めちゃくちゃあるっていう意識があるから、さらにそれを引き寄せてると思うんですけど。いや、とにかくゾロ目多いですね。本当に。で、最近も多く、だからまあ、これね、最近も超多いんですよ。ゾロ目。うん。 これねびっくりしたのが、そのなんだろうな、あのあのこの前僕、同窓会行ってきたんですけどその鹿児島出る時に2222 22っていうあのその鹿児島の駅のタバコ吸うところでふとあの、ね、止まってる車のナンバープレート見たら2222だったんですよ。 で、鹿児島のナンバープレートで2222 22なんですよ。ゾロ目だな、2222 22。で、鹿児島で見たわけですよ。で、その、あの、同窓会出てきて、で、その、なんだ、岐阜か。その岐阜行った時に、また2222 22のその岐阜ナンバーを見るわけですよ。怖えな、みたいな。怖いな、みたいな。<laughs> すごいな、みたいな。これなくないですか、あんまり <laughs>。 その確率的に言ってもなかなかその,そのナンバープレートの2222 22のゾロ目のする人ってあんまいなくないですかそこまで確率的に。でこっちで見てでその旅だったその先の旅先でもにその同じナンバープレートを見るとかすごい持ってるぞ俺って思っちゃいますけどね。<laughs> いやねえ、なんかまあ、で、その、そう,そうそう、だからそれゾロ目結構見るので、例えば2222 22だったらいい意味ですよね。エンジェルナンバーっていうのがあるんですけど、2222 22のエンジェルナンバー。エンジェルナンバー2222 22は、これから奇跡のような出来事が起こるサインです。 そしてこのエンジェルナンバー22のテーマは、信じる心。人を信じたり、自分を信じたり、勇気が今のあなたには必要だという意味です。信じる心を持つことで奇跡のような出来事を引き寄せることができるというメッセージです。このエンジェルナンバーは僕結構好きなんですけど、ゾロ目の意味を調べるんですよ。でそうすると、このゾロ目はこういうエンジェルナンバー意味がありますよみたいな話で、結構いいことだけ書いてくれてるんでありがたいなっていう。 結構ねいいことばっかり書いてくれてるんであの結構もうプラスですね <laughs> そうゾロ目はねめちゃめちゃ見るんですけどこれは意識したことないですね42とかしくとか45とかこれ全く意識したことないですねなんかゾロ目はまあすごいあるのでねあの意識して調べたりするんですけどうーん 別に死んでないからいいんじゃないですか、結論。今こうやってね、あの、L の部屋にお便りいただいてますから、あの、生きてるんで大丈夫じゃないですか、とりあえず。うん。なんだろうな、あの、結局意味付けなんですよね。どういう意味をつけるのかっていう話なんですよ。うん。例えばこれね、まあ、42を死にじゃなくて、 4と、四と2を足して6で、6センス。なんか、第6のチャクラが開くみたいなね。<laughs> もうなんか、む、無理くりなんかその意味付けを変えてしまえばいいんじゃないですか。4と9を足して15。15の意味ってちょっと調べてみましょうか。だ四二4、2がダメだったら、4と2を足してしまえっていうね。じゃあ4と9は何だ ?4 と9。 足して15。十五の意味調べてみましょうか。15という数字は完全完璧なものを意味する考え方があると。15に込められたメッセージ。エンジェルナンバー15に込められた意味。なんでしょうね、これね。うん。エンジェルナンバー15の基本的な意味は人生のと天気が訪れるようなことを示してるっていう。 どうすか四とんん、この、あ、四と九足したらすみません、十三ですね。すみません、十三だ。うん。なんかまあ、なんか四と九足したら十三か。すいません、13の意味は。多分十三はなんか意味深いですよね。十三の意味。えー、13。1の意味。 13。十三のエンジェルナンバー。意味。恐れや不安から解放されるポティシブになれるらしいですよ。<laughs> 恐れや不安から解放されると。あ、じゃあこれさ、エンジェルナンバーで見てみましょう。これエンジェルナンバーでちょっと紐解けばいいんじゃないですか。42の意味とかね。どうですか。十二の <laughs>。42の意味で調べてみましょうか。死に。42の意味。 エンジェルナンバーの意味恋愛症と金運、はい、42いやー素晴らしいいいことですね <laughs> あなたの祈りは天使に届いてますいい言葉じゃないですか <laughs> あのーねあのー、なんだ稲川のおっさんさんは死に死死に死にっていう 意味付けをしてますよね。死にと。で、エンジェルナンバーの意味付けだと、あなたの祈りは天使に届いてますよと。あ、ちょっと待ってよ <laughs>。死んでくれっていうのが天使に届いちゃいますね。<laughs> エンジェルナンバー42は、あなたの願いが確実に形になりつつあることを天使が知らせて言いますと。 間もなく訪れる成功の時を信じ、これまで通り努力を積み重ねていってください。天使はあなたが祈っていることを、願っていることを祈っていることをきっと叶えてくれるでしょう。素晴らしい。いいじゃないですか。金運は良好である。<laughs> エンジェルナンバー42は、あなたの金は良好であることを伝えています。どうですか <laughs> そう。 あ、とはいえ、ギャンブルなどの偶然の大金が舞い込むということなどではありませんと。あなたの努力が認められ、それがお金という形になってくる可能性があるということです。ということは努力してないとダメってことですね。そう。だこれで行きましょう。エンジェルナンバーで調べていきましょう。エンジェルナンバーはね、ほぼプラスのことしか言ってないので、49の意味で調べてみましょうか。これでいいじゃないですか。問題解決じゃないですか。49の意味。 49の意味エンジェルナンバーエンジェルナンバー49の意味、はい、すあすぐに夢や目標にチャレンジしてくださいといいじゃないですかエンジェルナンバー49はあなたが持っている夢や目標について今すぐ挑戦することを促しています 今、あなたに良い風が吹いてます。そして今、あなたの、には夢や目標を叶えられるだけのエネルギーが十分にあるはずです。過去に諦めてしまったことも、今なら天使のサポートによって素晴らしい成果が得られるかもしれません。もういいじゃないですか。行きましょう。やっちゃいましょう。49でしょ。45。これ、自分で調べた、調べても崩して。<laughs> じゃあ最後にしましょう四45の意味にしよう。死後。死後ってことですね。 45の意味。45の意味。<laughs> いいっすね。いいっすよ。45の持つ意味。エンジェルナンバー45。今すぐ、今すぐ前向きな行動を起こしましょう。<laughs> これ、稲川のおっさんさんにぴったしいじゃないですか。エンジェルナンバー45。今すぐ前向きな行動を起こしましょう。 エンジェルナンバー45は、あなたが成長するためには積極的な行動が必要だと天使が伝えてます。稲川の大沢さん、成長するためには積極的な行動が必要だと天使が支えてます。伝えてくれてます。いいじゃないですか。これでもエンジェルナンバーで行きましょう。問題解決ですね。不気味な意味っていう風に捉えるんじゃなくて、エンジェルナンバーで捉えるといいんじゃないですか。基本エンジェルナンバーあんまり悪いこと書いてないんで。 これはね、やっぱね、どう捉えるか解釈するかだけだと思いますけどね。うん。プラス、だから、だから、結,結,結局失敗とかもそうですよ。だから、エジソンの話が有名ですけど、俺は失敗してね、みたいな。失敗に対してどう解釈するかじゃないですか。意味付けするかじゃないですか。エジソンは失敗に対しての意味付けは失敗じゃないよと。成功の、えー、 1>, 1万回の成功するなんかあれを見つけたんだっていう意味付けですよねでも多くの人は失敗という現象に対して悪いイメージ悪い意味付けをしてしまうだから42死にっていうことに対して悪いイメージを、えー、持つ、えー、悪い意味付けをしてしまう死苦49死苦死んで苦しむっていう意味付けをしているまあ失敗に対して悪いイメージをしているもうそれだけですよ単純に。 本当に。稲川のおっさんさん、もうエンジェルにしましょう。エンジェル化し、稲川のおっさんさん、エンジェル化計画ですね。エンジェル化計画ですよ。エンジェル化計画していきましょう。まあそうすると結構プラスに転向していくんじゃないですか。うーん。そう。本当ね、どういう意味付けするかで全部答え変わっちゃうので。うん うど,っちどっちにしろいろんなもう変わるんでいい方向に変えちゃった方がいいじゃないですかそうだって失敗もね悪い方向に意味付けすれば失敗は悪いことになるしでもいい意味付けすれば失敗はいいことになるしもう変わるわけですよ <laughs> コロ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 でもコロコロ変えられるんで変えちゃいましょうって話ですねうーん だからまあ今は僕もないですねだからまあなんかいろんな考え方があるしまあいいとこだけで見ればいいじゃないですか別に <laughs> そううーんそうわざわざそのマイナスの意味づけをする必要性があるのかって話ですよねだからまあうまくいきたくないんだったらいいんですようまくいきたくないんだったら全部マイナスの意味づけをすればいいじゃないですか あ,あれもやってもダメだこれもやってもダメだ全部俺にはダメなんだどうせ無理だっていう全部の意味付けがどうせ無理なんだ自分にはダメなんだダメなんだダメなんだっていうすればもう確実にうまくいかないですよね確実にうまくいかないですよねあでもこれはきっと何かのあのピンチはチャンスだとねあ、ピンチってことはこれチャンスなんだっていう意味付けができればチャンスに好転したりするじゃないですかなんかことを起こしてね でも、ああ、もうピンチだ。俺はダメなんだ。終わりだ。はい、終わり。終わり、終わり。ああ、無理、無理。もう何も発展ないですよね。でも、ピンチはチャンスっていう意味付けができるんだったら、何か新しいことを起こして挑戦して、で、チャンスに変えられる可能性は生まれますよね。可能性は生まれると。でも、そっちの意味付けをするならば、可能性はゼロですよね。ゼロパーセントですよ、ね。どうせやっても無理。俺には無理。だから、やらないから可能性ゼロじゃないですか。 ピンチはチャンスっていう意味付けをすれば、そこに何かしら可能性は生まれるわけですよね。だ可能性ゼロで生きるのか、可能性を生み出していくのかって話ですよね。うん。はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、あの、稲川のおっさんさん、エンジェル化計画でいきましょう。<laughs> はい。ということで、いただいた内容については、まあ、なんですかね、不吉な数字について感じることはありますかって感じることないので <laughs>。 すいません感じることねえな <laughs> うんだからそのい,いい意味付けすりゃいいんですよ、うん、失敗なんてねえっていう意味付けすりゃいいんですよそう <laughs> そっちの方がよくないですかまあ人生変えたくないんだったらねいいんですけど変えたい収入上げたいんだったら失敗なんかねつってやった方が可能性生まれるじゃないですか あ,あれやっても失敗するな、これやっても失敗するな、こうやってもダメだな、失敗するな、ああ、無理だ、無理だってやったら、もう全部無理ですよね <laughs> うん。はい。稲川のおっさんさんエンジェル化計画で終わりたいと思います。エンジェルナンバー探してください。<laughs> 見たらね。もう全部見たら、ジェルな、このエンジェルナンバーの意味なんだろうって、あ、このエンジェルナンバーなんだろうっていう、あんまり悪いこと書いてないですから、エンジェルナンバーはね それでお願いします。はい。で、いただいた内容についてもこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。